テイルズオブエクシリア2やっていきます。それではキャラエピソードを見ていきます。ガイアスエピソード、トリグラフの宿屋なんですけど、人を結ぶもの。ルドガー、アストもさっき来たばかりだよ。ルドガーも気になったのっていうより、ガイアスどこ行ったんかなみたいなね。何が？クラックから相談があるそうよ。こっちとしてはみんな来てくれて助かるよ。相談とは何だ？実はターネットがずっと顔を出さなくてさ。ああ、リーゼマクシャめっちゃ嫌いな人ね。アーストたちと一度話したみたいだし、何か知らないかと思って。調印した後だしね。やっぱ知ってるんだな。頼む、教えてくれよ。なんだよなんだよそれ。ターネットをボコったってどういうことだよ。逆逆ボコられたの。仕方がなかった。ボコられたっていうか、まあボコり返したんだけど。てめえ、っていうかさ、まあ、ターネットはリーゼ・マクシア嫌いで、俺はあいつのそういう考え方正直嫌いで、けど俺の幼馴染で大切なダチなんだよ。いや別に命まで取ってないんですけど、やられたからやり返しただけなんですけど、そこまで怒る？今の怒り方はこっちから仕掛けた時の怒り方では何？分子世界だって。ほんと新しく感知されたみたいね。分子世界どこ行ってないっけ今。行くぞルドガ、大事な仕事だろ。まあいいんじゃない。そんな、だってすごい 大切な人っていうわけじゃないじゃん。向こうから一方的にね、縁を切るんだったら切っていいと思いますけど私は割と冷徹な人間なので。どこみ、あ、ミラ、あ、でもね、なんかね、ミラとね、ミューゼとガイアスね、これね、戦闘終了後ボイスがなさそうなんですよね。そうで、あ、門高原か。では柔道を交えていきます。門高原はどうだっけ。うわ、すごい吹雪。なんかシャンドゥーに行けなかったのはなんとなく覚えてんだけど、こっちシャンドゥー？なんかすごい。ここは門高原のようだな。うん、ならばまずはカンバルクに向かうのがいいだろう。分かった。シャンドゥーには戻れなくって、もう前が見えないぐらい猛吹雪。 BGM も熱い。途中でイベント、誰か来てる。うおー、説明したところで通じるはずもないだろうな。うん、俺が引きつける。お前たちはその間に進め。おい、この世界のガイアス何やってんだろうね。アースト、紹介に出ていたのか。ああ、メラド王がお探しになっていたぞ。何やら話があるようだ。メラ、この世界では奴が健在なのか。へえ。王はこの先だったな。ああ、待て、アースト、何かあったのか。長かった戦が終わるんだもの、あなたでも緊張するわよね。ああ、その通りだ。復讐、ようやく終わんのじゃな。そうなればわしたちの時代じゃの。ここまで来たら勝って終わりてえけどさ、正直言うとみんなを失ったら何の意味もねえしな。なんだろう。何？友を失うなど考えられない。アースト、それはお前もだ。忘れないでくれよ。友か。いやね、熱い上に恥ずかしい男は何者だ？アースト、あなた。やはり偽者、ナハティガルの患者か。なんじゃと。え、でも本人にしか。王の命を狙っていると言ったところか。お前たち、
こいつは俺たちの友でも何でもない。うわあ、な、嘘でも聞きたくないね、その言葉。そうなったお前とは話をしても無駄だな。ミオがエルディン・エドや、スティーブ・プレティムグ・アースト、すまない、戦うしかなくなった。仕方ないわ、来るぞ。この人たちがどっか行くのを待てばよかったのに、去るんじゃなくって。全員か。アイバデティン、ヤヤスユディフアースト、ウクンチアイチ。とはいえここまで似ていると。うん、気が引けるわね。手加減無用、来い。潔いとこまでそっくりだ。うん、待って、めっちゃ減ってる。めっちゃ減ってた。いや強いな。うわー、待って、まるで棒のように持ってちゃう。プルエアム、待って待って待って、そんなことある。さあ、つながりましょう。セイ、なんか全然全然攻撃できない。4人の連携がすごすぎる。スティア、ブヤツヤ、スド、アースト。アーストだけ分かった。危ない、危ない、火が効いた、火が効いた。危ない、危ない、危ない、危ない。すごいガードしてあげてる。マックは任せて。危ない、ラブコールね。危ない、危ない。待って、トリコ、アグリア何やってんの。アグリアつけてくれてるというか。危ない、ミューズやミューズで大変そうだね。一撃入魂、なんてこと。手加減はせん。危ない、僕に欲はない。マニーコーム、キューティクルクリック。一体めっちゃもう血がすごい。欲はない。ルドガー、やった。ミモカ、ルドガー、マジンマジン、ライプージン、それマジンメンガザン、ブチ切れた。氷月戦、俺の前を行った。パンクス、ユニチャージ、オープン。てめえら丸焼きだ、焼き払え、ロギズイーター。ちゃんと火をやってくれるんか、見ればよかったね。俺の前を行くか。あ、そっか、途中であれだから私らも。これはダメ、ナイス。ガイアス、問題ない、何もな。すまない、アースト、先に。今の、え、やっちゃったの完全に。俺にではない。ガイアス、俺たちを結びつけていたのは思想や立場だった。うん、無縁だと思っていた友か。なんかレイヤーもそうだけど、分子世界の自分がその静止世界の夢だったりするとちょっときついよね。先を急ごう。ちょっとこれは声かけられんね。ねえ、メラドって一体誰なの。先代アジュール王にして生っ粋のクズだ。ここでは奴がタイムファクターかもしれん。かもね、私も会ったことないし。俺の知るメラドは。大丈夫ガイアス。ああ、何の問題もない。今二つのセリフが同時に読み込んだっていうこと。カンバルク前、次は誰が来る、誰
メラドという人間がタイムファクターじゃないの？むしろメラドなんじゃない？まさかメラドもこいつに。ああ、そういうこと？ということはこいつがタイムファクターね。油断するな。私はむしろメラドと思ったけどね。じゃあなんだっけ、マなんとかガイネアピシス、魔に属するもの？ただの魔物ではないな。ええ、おそらく人造魔物よ。メラドのお気味やねえか。リンクチャージ、ユオ、ツインクター。あ、ガードしてみたいっていうか。あ、お、見てなかった。はい。なんてことだ。あ、ごめん。ん、なんかあった。リンクできないとか？マジンメンガさん、立ち上がれ。ありがとう。なんてことかしら。あ、ごめん。マジンメンガさん、パンク、パンク、リンクチャージ、ユオ、ゾウハレンザ、リンクチャージ、ユオ、ユオ、リンクチャージ、セイ、サワラ、バッ、いつも止まるから後でちゃんと見よう。10万いいね。大変な連戦だったわね。うん、ちゃんとタイムファクターあった。いやでもいっぱい分子世界あるんでしょ。やこんだけ頑張ってやっと一個やったって感じだもんね。大変だわ本当、エージェントって。フォーブのことが気になってるの？そうだな。またどこかの分子世界で会えるんじゃない？だがおかげで理解できたことがある。ほう。ルドがターネットを探したい、手伝ってくれないか？ターネット？もちろん協力するよ。王の権力を使えばいいのに。もちろん協力するよ。助かる。うん。お前でよかった。え、ありがとう。私もガイアスに頼られて嬉しいよ。トリグラフへ戻りましょう。はい。ターネットを探すぞ。街のどこかにいるはずだ。宿屋に行く気まんまだったわ。お、なんか話してない人おる。ヘリューンは存在そのものが歴史であり文化的遺産でもあるんじゃよ。その栄光の船がテロの現場になってしまうとは無念じゃ。じいさん1年前のヘリオボーグ襲撃事件で怪我して記憶が飛んじまったらしいんだ。でもペリューンのことだけ覚えててさ、もしかしたら当時の関係者だったのかもな。へえ。少しじゃなくて巨大なカエルだった。ああ。タタール名血のね、カエルね。あ、違う。アルクノアのテロがきっかけで融和政策に異を唱える者も出てきているそうよ。一時の感情に流されて和平を諦めていいのかしら。あれ、なんかこの辺ちゃんと挨拶回りしてと思ったんだけど増えてるな。その車掌、あんたクランピシャに勤めてるのか。へえ、大したもんだな。クランシャはトリグラフの、いや、エレンピウスの誇りだ。頑張ってくれよ。これ読んだ気がする。そしてターネット、てめえ、なんだよ。ここで何してんの？クラックが心配していた。うん。俺を殴るくらいな。ね。クラックが？あいつと俺は関係ない。関係ない。俺にもかつて、仲間と呼べる者たちがいた。皆俺のために道を開こうと命を懸けた者たちだが、今はもう俺のそばにはいない。そんなダチがいるかよ。
ダチじゃねえよそんなの。そうだな、友である以前に部下だった。あいつらにもそれぞれに望んだ未来や幸せもあったはずだ。だが俺たちの関係は互いの幸せを叶えるものではなかった。あ、そして俺は今その犠牲の上に立っている。よく平気でいられるよな。平気なわけないや。平静さを失ったこともあった。それゆえクラックが俺を殴った時、言葉が見つからなかった。はっ、結局あんたは後悔してんじゃねえか。いや、夢を見てしまったんだ。ただの友であったなら俺たちはどういう関係でいられたのかとな。だからなんだってんだよ、さっぱり言いたいことがわかんねえよ。俺はお前が羨ましいのだろう。違う思いを持ちながら友でいてくれる者たちに囲まれたお前が。タネット、アースト、そのさっきは。いや、ガイアス重すぎるよ言葉が。立場が違うというか、立場が違うっていう一言で終わらせていいあれでもないけど、でもあまりに重いよ。俺が伝えたかったのはそれだけだ。でもそうだよね、バイアスは欲しく、仮に欲しいって思っても自分の夢がそうさせないよね。俺はこの場から消える。お前はどうする？お前が見てちゃできるもんもできねえよ。そうか。なんか喧嘩して仲直りできるのは素晴らしいね。ダメだ、普段ガイアスがどこにいるかわかんない。ガイアス一番最初の時ここにいて、次宿屋にいて、普段どこにいるんだろうね。じゃあ人を結ぶもの読んでいきます。アーストにやられて以来、顔を見せないターネットを心配するクラック。アーストがターネットを返り討ちにしたと知ると、無謀にもクラックはアーストに殴りかかった。性格もリーゼマクシア感も正反対な2人だけど、本当にいい友達なんだな。一方クラックにまっすぐな気持ちをぶつけられ、アーストは何やら重い物思いに沈んでいた。侵入した分子世界で俺たちはフォーブと出会う。彼らはアーストを友と呼び、心から信頼を見せる。何かを噛みしめるアーストだが、それでもこの世界は壊さなきゃならない。静止世界に戻ったアーストはターネットにクラックの思い、そして仲間を失ってしまった自分の気持ちを伝えたんだ。伝えたんだっていう書き方がとても良い。あ、コンドロ要塞ちょっと変わってない？なんか色、人がうろうろしてるし。シェル解放以来この辺りの冷静もだいぶ穏やかになった。だがまだまだ大規模な竜巻が発生することがある。旅をするなら十分気をつけろよ。心配してくれた。通るがいい。通れるの？ガンダラ要塞を正式に放棄された。すでに街道の通行は自由だ。そうだよね、いやそうだよねっていうか、リーゼマクシすげえ緊張する。でもルイーゼマクシアとエレンピウスの和平条約が結ばれたっていうのは関係ないよね。なんか内装を変えてるみたいな話してたよね。まったく開発者どもはわがままで困る。なんでもない、こっちの話だ。開発者とな。今どっち側から来たかを見てなかったけど適当に押してた。要塞が解放されたおかげで行商が随分楽になりましたよ。エレンピオスに対抗するには国内流通をもっと活性化させないと。カラハシャールと、あ、カラハシャールとイルパンか。ん？話したのに話したのに、あ、え、あ、私カラハシャールから言ったのか。発注した物資の納品が納入が遅れてるな。このままでは計画に遅れが。計画？要塞を放棄されたのになぜ警備を続けてるのかって、お前のような妙に探りを入れてくるやつがいるせいだよ。
嫌なんだろうな、警備。北側からは行けなくって、南側は探索できるってこと？あー、ここにしか行けないってこと？なるほど。ここはなんかの機械がありまして、そして猫がいましてのんきですね、これは。ギガントモンスターをやります。ククル凍結。寒いと思ったら寒さの権化のような化け物を見た。前回ボスがいたとこですね。立ちふさがるなら切る。切る。もうわしはイフリートマシンになるぜ。あー凍るんですね。なんてこと。てか今更だけどさ、ミラってちゃんとアクセサリーつけてる。あ、なんか私が思ってたんと違うものがついてたわ。待って、これはね凍りまくる予感がしますこの世の中には凍結無効なるものあるんです。あ、ありそうですね。ありそうですけどないですね持ってない。あー、もう一生凍るわこれ。初めて逃げちゃった。あ、称号あるんだ、逃げる。ちょっとエリーゼとか連れてこようって。あまりにやっぱめっちゃ凍るわ。え、どれ凍るをやつってどれ。炎上、スキル封印、麻痺、石化、チャーム、毒、出血、破壊、鈍化。鈍化なんかな。いや違うよね。え、もしかしてない？なんか火傷とかさ、なんかスリップダメージとかだったらさまだ動けるからいいけど、完全に止まるのはさ何もできないじゃないですか。もしかしてない。今度はちゃんといいものを食べていこう。でメンバーはもう回復パーティーですね。完全に重度がすでに、もうすでにあれなので、どうしてこうしておきましょう。よし、行くぜ。最近舐めすぎたかもしんない。え、今さ、今私ガードしたやんガード貫通か。うわ、待って。おー、いい感じじゃない。こうしてこう。またデストラクト。もう三分の一。よし、次はニアケリアレーザン。ほい、じゃあニアケリアレーザンの上のこのよくわからないものを倒します。めっちゃ止まるな。ヒエン、もうすぐだ。ソーサイジン、ソーハレンザン、ソーサイジン。お、おっと。勝利の鍵は友情と努力と。え、うんですか。予想席の何回もらった。ご苦労だったな、お前たち。おお、こういうのもあるんだ。ハイチェーンスペル、これね、アライズだったらめっちゃやってたんだけどね。あんまりミラで術を使おうってならないんだよな。ルドガー、うちの会社はごまかせないよ。本当だ、もうすごい返してるけど。はあ、なんだかな。あんなことして友達だなんて普通言えないよね。仕事だしね。多分会話がなかったらいいと思うんだよね、このなんだろう、やりとり。